サビラボ。皆さんどうもこんにちは。私にはとある野望がある、カピさんです。今回はとある野望のためにハードオフで買い物をしてきました。まあ、野望というのは置いておいて以前にもやったことあるネタではあるんですが、とてもいいものが売っていたので買ってしまいました。ということで、今回のネタはこちらですね。任天堂のスイッチライトになります。こちらカラーはターコイズブルーになるのかな？以前買ったものと同じ色にはなってしまうんですが、結構安いなと思ってしまったんですよね。箱とかもちゃんとついてるしね。ちなみにお値段はこんな感じ。ジャンク品で9900円でした。安い。と思って見てみると、スティックが根元から折れてる。どういう使い方したらこんなことになるんだ、と思いながらも、約1万だったら安いよな、と思い購入してきました。それこそスティック故障だけだったらラッキージャンクですしね。まあ、我が家にはすでに2台のスイッチがあるので直ったら私専用として使っていこうと思ってます。そして保証印が押してあったんですが、ちょうど保証が切れた頃に壊れちゃったんだろうね。ワンダーグーの千代田店って書いてあるね。前の持ち主さんは残念だったろうね。とりあえず今回の動画は、わかりやすく説明をすることに重きを置きたいと思います。それでは早速中身から見ていきましょうか。さて、開封していきますか。とりあえずお店では動作確認済みということなんで、おそらく故障はスティックだけだろう。と楽観視して購入したんですが、よくよく考えると壊れてるもので1万って高いよね。中古相場が1万、5000円くらいなんだけど強気な値段設定だよな。ちなみに付属品はこっちの中に入ってるみたい。入っている付属品はこんな感じ。AC アダプターと紙が1枚。初めからこれしか入っていないんだね。そして本体はこんな感じ。ざっと見てみると細かい傷はあるけど割と綺麗。しかし、スティック部分はない。てかここ取れるんだね。表から引っこ抜かれてるのは初めて見た。こんな感じで台座部分に割れがあるけれども、かなり強引に引っ張ったんだろうね。多分補正が効かなくてイライラしたんだろうな。とりあえず今回はここの交換はしなければならない。あとはその他に故障がないかも一応確認が必要ですね。では、電源を入れて起動確認をしていきたいと思います。とりあえず電源はしっかり入りましたね。起動は大丈夫っぽい。メイン基板が壊れてなければ、あとは大抵直せそうだから一安心。ボリューム調整は大丈夫かな？お、よかった。とりあえずスピーカーからはしっかりと音が出ますね。タッチパネルの方はどうだろう？よし、大丈夫。そして左のスティックも問題はありませんでした。ユーザー設定を済ませて、あとは全部のキーが使えるか確認をしていきましょう。確認はボタンの動作チェックから行っていきます。すべてのボタンを確認しましたが、問題はなさそうです。ではあとはスティック部分の確認ですね。スティックの補正から左スティックが正常かを確認していきます。確認を行いましたが、左スティックは全く問題なさそう。右スティックはドライバーの先で押し込んでみましたが、動作はしているので基板へのダメージはなさそう。これなら楽に修理できそうですね。とりあえずこの部分を交換すれば問題なく使えそうです。それでは分解して修理の方をやっていきましょう。今回、修理パーツはこちらを使います。前回購入した余りのスティックですね。2個入りだったのでパーツが1つ余っていました。こちらのスティックに交換していきたいと思います。まず、本体を開けるために背面のネジを4本外していきます。ここは特殊ネジが使われてますね。このような Y の字のような形状のネジとなっております。分解するには精密ドライバーのセットを持ってるといいですね。特殊ネジはこの背面の4箇所だけで、他は精密ドライバーで分解できます。あとは上部と下部に2箇所ずつネジ止めがされているのでそれも取り外していきます。これはプラスドライバーで取り外しできます。これで OK ですね。そして分解前にゲームカードなどが入っていないかもしっかりチェックしておきます。万一、入ったまま取り外しをしようとすると引っかかってしまうことがありますので要注意ですね。確認もしたので、裏蓋を取り外していきましょう。下部のこの辺りからプラスチックのピックのようなものを入れて爪を外していきます。隙間にピックを入れると爪が外れていきます。こんな感じにぐるっと一周爪を外して、下部の隙間をこのぐらいの状態まで開けていきます。下をぐっと上に引き上げるとこんな感じに隙間が開きます。
あとは上の部分のイヤホンジャックに気をつけながら上に引き上げるように持ち上げると簡単にカバーが外れますね。これで裏蓋の分離ができました。裏蓋の取り外しは割と簡単。それでは次に放熱板を外していきましょう。放熱板はこちらですね。これは CPU のヒートシンクの役割も果たしています。放熱板を外すにはこの4本のネジを外します。そして上に引き上げれば放熱板の取り外しは完了ですね。これは結構薄めの金属だから、力を入れすぎて曲げたりしないようにしなきゃですね。このグリスは後ほど除去しておきます。とりあえずこれで基板にアクセスできるようになりましたね。今回はこちら側の基板部分のみ分解すればスペックは交換できるんですが、一応できる限り分解して手順がわかるようにやっていきます。まずは、基板をいじる前にバッテリーのコネクタを外しましょう。バッテリーのコネクタはこの部分に隠れています。まずは上にある邪魔なフレキの取り外しですね。このフレキはラッチで止まっているので、まずはこの部分を上に上げていきます。白い部分を上に上げるとケーブルが取り外せるようになります。こんな感じですね。これでフレキが取り外せるようになります。あとはピンセットや竹串など自分が使いやすい道具で引き抜くだけですね。ラッチを開けないまま抜いたり、ケーブルを思いっきり引っ張ると断線しますので要注意。あとはこの下にあるバッテリーのコネクタを取り外します。この部分ですね。これは上に持ち上げると取り外せるようになっております。バッテリーのケーブルなので金属製のピンセットなどを使う場合は端子に触れないように注意しましょう。こんな感じにケーブルの根元をピンセットで軽く持ち上げてあげるとコネクターが外れます。外れたコネクターは基板やケーブルに接触しないように少し上に持ち上げてあげるといいです。こんな感じですね。これで基板からバッテリーを取り外すのは終了です。もし、バッテリーの劣化などでバッテリーを外したい場合は隙間にイソプロピルアルコールなどを流し込んで、裏の両面テープの接着力を弱めて隙間からプラスチック工具等で徐々に外していくといいと思います。こんな感じですね。今回はバッテリーの取り外しは行わないので、次に移っていきましょう。お次は左スペックの取り外しをしていきます。今回はこの部分は壊れていないですが、せっかくなので取り外していこうと思います。まずはこの4箇所のフレキを基板から取り外していきます。こういうケーブル系は基本的に先ほどと一緒でラッチを上に上げるだけですね。ラッチを開けるときは力を入れすぎて壊さないように注意。あとはケーブル系をコネクタから抜いていきます。ちなみにこれは電源スイッチのパーツですね。これを断線させたら電源が入らなくなります。もし電源ボタン異常がある場合は、ここを交換すると治る可能性がありますね。その他のフレキケーブルも外していきましょう。ちなみに今外してるのが左スペックのフレキケーブルとなります。すべてのケーブルを外し終わったら、次はスピーカーのケーブルも外していきましょう。スピーカーのケーブルはこちら。スピーカーが壊れて音が鳴らない時はこれを外して交換します。結構硬いので、徐々に持ち上げるような感じで取り外します。これで一通り取り外しの準備ができたので、あとはネジを外していくだけですね。それではまずは ZL ボタンを取り外していきましょう。取り外しはこの2本のネジを外すだけ。これで ZL と L ボタンの取り外しは完了です。ボタンパーツは後ほど清掃もしましょう。次はスピーカーパーツですね。スピーカーの取り外しはこのネジ1本。先ほどコネクタを外してあるので、ネジを外せばスピーカーを取り外しできます。ケーブルに気をつけながら上に引き上げます。これで取り外しは完了です。ここまで来たら、この4本のネジを取り外せば基板の取り外しができます。基板を取り外せば左スペックの交換ができるようになります。これで基板の取り外しは完了です。ここまでの手順はそんなに難しくないんじゃないかなと思います。この基板の接点部分も後ほど清掃していきましょう。汚れていなければ取り外す必要はないんですが、十字キーの接点部分のゴムパーツも取り外すことができます。ここは結構汚れてることが多いからこれも後ほど清掃ですね。ゴムパーツやこの十字キーのパーツは Amazon でも販売されてました。そうそうないと思うけど、故障した場合は交換ができますね。その他にもホームボタンやマイナスボタンも取り外して清掃をします。ここも十字キーボタンと同じで取り外しができます。では、ここからが左スペックの交換方法となります。といってもここのネジ2本を外すだけで交換できるんですけどね。左スペックが壊れているだけだったら、500円ぐらいで自分で交換ができますね。こんな感じで取り外しができました。保証期間が切れてしまった方は自分で直すのもいいかも。交換は逆手順で組み込むだけ。
ケーブル系に気をつければ割と簡単な作業です。左スティックの交換方法は以上です。それでは右スティックの交換に移りましょう。右スティックの取り外しは左と比べると少し面倒ですね。いろいろなパーツを取り外して基板も取り外さなければいけません。まずはヒートシンク部分の取り外しですね。この部分を取り外していきます。ここを取り外しするにはここのネジ3本。それと粘着テープで貼り付けられているこの部分を取り外しします。銅のヒートパイプは曲がりやすいので気をつけて取り外しをします。こんな感じで取り外しができます。ここについているグリスはすべて塗り替えた方がいいと思うので組み込みの際に塗っておきましょう。画角が狂っていたので、ここからは再撮影した映像となります。お次はゲームスロットとイヤホンジャックを取り外ししていきましょう。イヤホンジャックのフレキはゲームスロットと繋がっているので一緒に外す形となります。取り外しするにはまずここのラッチを開けて、合計7本のネジを取り外していきます。これでゲームスロットが引き抜けます。イヤホンジャックとくっついているので、一緒に持ち上げて取り外しをします。ゲームスロット単品、イヤホンジャック単品でも販売はされているのでどちらかが壊れた場合はその箇所だけ交換できます。その場合はここのフレキを取り外せば分離ができます。それでは次は ZR ボタンと R ボタンを取り外していきましょう。こちらのネジ2本を外せば取り外しが可能です。これでここのボタンの取り外しは完了。ここら辺は先ほどと一緒ですね。次にすべてのケーブル系を取り外ししていきます。まずは Wi-Fi のアンテナから、プラスチックのヘラで、テコの原理でやれば簡単に外れます。こんな感じですね。そしてお次はファンのフレキケーブル。基板を傷つけないように慎重にですね。次はこちら。これは液晶のケーブルだったっけな？これで OK。次はタッチパネルのケーブル。これでタッチパネルのケーブルの取り外しは完了です。次はジョイスティックのフレキを外します。スティック自体の取り外しは後ほどになるんですが、基板を外すためにこのフレキを外しておく必要があります。そしてここがラストのケーブル。スピーカーのケーブルですね。これもゆっくりと上に抜いていくだけです。線がかなり細いので、ピンセットなどで断線させないように気をつけてください。これで OK ですね。ここまで来れば基板の取り外しまであともう一歩、スピーカーのネジを一本外します。あとは基板のネジを外すだけですね。基板のネジは合計5本。これを外せばスティックにアクセスできます。これで基板が取り外せるようになりました。スピーカーが上にかぶさった形になってるので、斜めに引き抜くような感じで外します。ここまで来たらもう終わったようなもんですね。端子部分の清掃も後でやっておきましょう。ネジは外してあるのでスピーカーもすぐに外れます。ここは任意ですが、ボタン類の取り外しをしていきます。今回は清掃メンテナンスのためにボタン類を取り外ししてます。こんな感じですね。それではスティックの取り外しをしましょう。これで壊れているパーツの摘出ができました。ここを交換して、パーツを組み込んでいけば終了なのですがせっかくなのでその他のパーツも取り外していきます。お次は冷却ファンですね。3箇所のネジを取り外せばファンが外せます。もしファンからイオンがする場合はこのパーツを交換するといいでしょう。汚れが溜まっている場合はエアダスターで拭いておきます。あとは液晶ですね。液晶を交換したい場合はこの4箇所のネジを取り外します。このパーツを取り外すと液晶へアクセスできます。液晶やタッチパネルを交換したい場合は、ここまで分解が必要ですね。液晶は粘着テープで止まっているので、低温なヒートガンなどで軽く温めて外すのがいいと思います。分解手順はこれにて全て終了となります。それではまずは取り外したパーツの清掃を行っていきましょう。まず取り外した側を清掃していきます。特にボタン部分のところを、無水エタノールをつけた綿棒で清掃していきます。こんな感じでこすっていきます。今回のパーツは綺麗だけど、汚れがひどい場合はここがすごい汚れてるんだよね。あとは組み終わった後に、全体的に除菌ティッシュで拭いておきます。あとは基板部分のグリスを除去していきます。
古いグリスはあまり質が良くなさそうだから、しっかりと拭き取っておきます。これで基板側のグリスの除去は OK。裏側の接点部分も無水エタノールで清掃しておきます。左スティックの接点部分も念入りに、あまりにも効きが悪いようだったら、接点復活剤を薄めに塗布してもいいかも。あとはヒートシンクのグリスも清掃しておきます。グリスを落とすには無水エタノールを染み込ませた綿棒を使用します。その他にもクイックドライクリーナーとかもあると便利かも。このくらいしっかりと綺麗にしておきます。あとはこちらの放熱板のグリスも綺麗にしておきましょう。大体の方はここを塗り替えないけど、これもしっかりと塗り替えた方が放熱にはいいと思います。導通しないグリスを使っておけば多めに塗っても大丈夫ですしね。あとはボタン系の掃除、すべてのパーツを清掃していきます。ゴムパーツはちぎれたりしないように気をつけながら清掃します。接点部分はしっかりと清掃しておいた方がいいですね。汚れがひどい場合はプラスチックパーツは中性洗剤や歯ブラシとかで洗うのもいいかも。チャンク品に限らず、中古や長いこと使ったスイッチはかなり汚れてますからね。あとはケースのこういった部分も清掃しておきます。ここら辺が一番垢が溜まってることが多い。念入りに掃除しておきましょう。それではメンテナンスはこのぐらいで、あとは逆の手順で組み込んでいきます。組み込みは逆手順なので、倍速で流します。ここからは少々組み込み風景をお楽しみください。最後に除菌アルコールティッシュで清掃して修理は完了です。それでは修理後の動作確認をやっていきましょう。ではまずは電源が入るか確認ですね。電源ボタンを長押ししてみます。はい、しっかりと起動しましたね。問題はなさそうです。それではまずはボタンの動作チェックからやっていきましょう。すべてのキーを入力してみます。はい、こちらも問題なく認識しています。壊してしまったりはしていないようです。それではお次はスティックの確認をしていきましょう。まずは左スティックから。全く問題なさそうですね。こちらはもともと壊れていなかったですもんね。問題は右スティック。こちらも試していきましょう。はい、こちらも無事修理ができました。こうやってみると、スティック修理だけだったらジャンク品としては買いですよね。
それでは実際のゲームも試してみましょうか。さて、ここからは私の野望のためにこのゲームができるか試していこうと思います。今回使用するゲームはこちら。集まれ動物の森です。遺跡さんと動物の森で遊びたい。という野望のために今回このスイッチを修理しました。綺麗なお姉さんとゲームがしたい一心で修理をしました。決して不純な理由ではありません。ゲームがしたいだけです。ゲームカードもしっかりと認識しているみたいです。勝手にローンを背負わせてくるタヌキたちもしっかり拝むことができました。こいつらマジ極悪だよな。ということで今回の修理は成功でした。今回は解説動画みたいになっちゃったけど、スイッチライトを直す時の参考にしてもらえればなと思います。では今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。遺跡さん一緒にどうもリやってくれないかな？シュラさんとおじおじさんも一緒に、カオスな配信になるか。